大分県星降る温泉宿のゆうこさんからいただきました。ありがちキスマイ。バラエティで取れ高を気にして体張りがち。はあ。1月放送のキスマイスーパーブサイクキスブサハントでのレンコン畑へのダイブ、素晴らしかったです。中堅アイドルの気合を感じました。それをスタジオで見た三浦大根チームが、それならそれでこっちは土に顔つけるぐらいしとけばよかったとコメントしていましたね。バラエティへの熱がキスマイらしくて本当に好きだなと思いました。若い頃に過酷なロケを経験しすぎて感覚鈍っちゃってるキスマイ大好きです。これからも体に気をつけて体張ってほしいです。応援してます、ということですね。そうですね、このバラエティで取れ高を気にして、もうこれ俺たち多分ね、体に染みついちゃってるんだよね。だから俺もぶっちゃけその取れ高を気にしてやってるんじゃなくて、もうその時のノリでやってるんだよね。でそのノリでやったことに対してスタジオで、こっちは土に顔つけるぐらいしとけばよかったっていうコメントをしちゃうっていうのがもうね、キスマイならではですよ、これは。感覚鈍っちゃってる。まあ確かに。まあそういうね、キスマイのバラエティ的な部分もね、好きになっていただけてるということなので。まあこれはね、よしとしときましょう。はい。ということで、キスマイレディオ始まるよー。キスマイフット2の千賀健人です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ、今夜は千賀健人のソロラジオをお送りいたします。はい、キスマイフット2の頭文字の逆の順番で回しているソロラジオ、僕で6人目ということですね。だから僕の次が、まあ、北山さんなんで、北山さんで最後ということなので、北山さんのラジオのメールの方もお待ちしておりますということなんですけれども、そっか、これ3年ぶりにソロラジオ、3年前はでも家で撮ったもんね。だからこうやってスタジオでソロで撮るっていうのは僕自身は初めての経験ではないか。ああるか。それはどれぐらい前ですか。結構前にやったことありますよね。それは一人で6年前、じゃあもう20代半ば、25歳ぐらいの時にやってるんだ。すいません、もう全然記憶いないです、それは。全然ない。もう多分その時とこう喋ってる感覚も違うし。そうですね。だから最近のキスマイで言うと、それぞれね、ソロの活動が結構多くて、レギュラー番組はね、今まで通りやらせていただいてますけれども、まあ、タマだったり、ガヤさんだったり、まあドラマとかがすごく多かったりとか、あとまあ北山さんもね、舞台、あとミヤッチとかはまあテレ東でレギュラー番組を持ったりとか、あとまあニカとかもね、おしゃキャン小山くんと一緒に出たりとかで、まあその横尾さんはあれですよね、もう犬の気持ちを一番わかってる男ですからね、もう犬の気持ちの仕事すっごいやってるでしょ。で僕自身もまあドラマを経験させていただいたりとか、なんかこう30代になって個人で挑戦するお仕事がすごく増えてきたなっていう印象ではありますね。で僕は最近だと、そうです、ブログの方では結構絵を描いているっていうこととか、まあ靴を作ってるっていうことをまあいろいろと皆さんに発信しているんですけれども、まあ、靴の方はね、ちょっとメールが来てるので、そちらの方で広げていきたいなと思い、まあ絵は昔からずっと描いてるんですけどね、なんか最近になって基本僕はデジタルアート iPad で描きますね。っていうのもまあ家で描く時間っていうのが、まあこのお仕事してると結構いろんなところに行くので、なんかまあその時間がもったいないな、まあ待ち時間が結構あるのでね、
その時間がもったいないなってことで、その時間の間に、まあ、iPad で書くようになってから、まあ、そっちの方が主流になった。僕の中では、基本になった感じですね。まあ、その絵もね、何かしらの形で皆さんに発表できるような場が作れるように、今後とも頑張っていきたいなと思います。あとは、サウナ行きますね。もう本当に渡辺と週2、3ぐらい、まあ一時期ね、渡辺とはこう会わなくなった時期があるんですよ。もうあのスノーマンのお仕事で忙しいと、まあ本当かどうかわかりませんよ。そのまあ本人の言葉なんで、まあ実際にねこうテレビとかあので拝見してる感じではすごく忙しそうなんですけど、まあねメンバーがかなり多いので、で個人仕事もすごく多いチームなので。渡辺どうなのかなっていうところありますけど、まあ一時期ねちょっと忙しいので、あ売れたなーって、まあ、売れたことはすごく嬉しいことなんですけどね、僕自身は。いや本当に渡辺がねもうデビューして、なんかこう一発のジャニーズのスターになったことはすごく嬉しいし、そうだから一時期ねそれで1ヶ月に1回会うか会わないかぐらいのペースになったことがあり、それを超えて最近は週3ぐらいで会うようになって、何をきっかけなのかな、何なんだろう、すごくひょんなことというか、なんか別にきっかけとかはないんだけど、なんか居心地がいいって思える先輩にちょっと慣れたのかな。いやわかんないっすね。ただ前はもうちょっといじってたなとか思ったりとか、なんかこう空気感がなんか穏やかな、まあ時間を過ごしてますね渡辺とは。あと基本食べに行くお店はもう焼き鳥カウンター、もう個室とかじゃないですよ、普通にカウンターで友達と俺と渡辺3人で、全くバレないですね。もうバレないっていうか、なんか気になってならない、なんか気にならない、みんなの気にならない存在ですね僕たちは。声かけられたこともないし、視線を感じたこともないし、なんかもうすごく普通のカウンターで普通に赤裸々なトークしてますね。まあまあそんなね渡辺との仲良しエピソードなんかもあったり、そんな感じで僕のね毎日は充実しております。ということで、今夜も最後までよろしくお願いします。それではここで1曲、ガヤさんのドラマ次回で最終回。なんか僕が結構印象に残ってるシーンだと、風呂場でガヤさんにまたがって結構濃厚なキスしてましたよね。あ結構行くなーってね、まあ、ガヤさんの方からっていうよりかは相手役の方からこう結構ね、僕も夫婦円満レシピで結構濃厚なキスをするシーンありましたけど、まあそれはまあドラマのこう設定が設定だからなんかわかるけど、あこういうラブコメでここまで結構長めの濃厚なやつするんだっていう、ちょっとドキドキしましたね。いやすごくいい意味でキュンキュンドキドキした、はい、そんなドラマ次で最終回なんですね。ぜひね最終回見てください、よろしくお願いします。はい、ということでですね、そんな藤ヶ谷さんのドラマの主題歌でもあるキスマイフット2のレモンパイを今日は皆様に聞いていただきたいと思います。それではレモンパイです、どうぞ。改めましてキスマイフット2の千賀健人です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしてますキスマイレディオ、番組に届いたお便りを紹介するキスマイメッセージの時間なんですが、その前に先週の宮地からメッセージがあります。はなるほど、あこのメッセージをリレー形式で僕が受け取って、で次北山さんにパスするってこと。あなるほどね、はい、ということで、あこれか、宮っちからのメッセージは、千賀さんはブログを毎日更新していますが、
毎日更新するコツ、モチベーションの保ち方を教えてくださいとのことです。ああなるほどね。俺このね、教えてくださいって言われるの結構熱入って答えちゃうよ。これね、まずそもそもの概念と言いますか、そこがちょっと間違えていて、モチベーションの保ち方、これモチベーションが高くないと続けられないことになってませんか？そこがもうまず違うんです。モチベーションがあるない関係なく、ファンの皆さんとのコミュニケーションを毎日するっていう俺の生活スタイルなんだ。だから僕もね、普通に更新しない日もあるんですよ、全然。うん。でも更新する日に、うわ、だるとか思ったことは一回もないですね。この感覚でいると。あ、今日こんなことあったから、ファンのみんなにこのことを共有しよう、みたいなテンションで、うん、ブログは書いてますね。まあ、ミヤッチも、そういう感覚はすごくあるメンバーだし、ミヤッチは多分あれだよね、その文章を書くっていうめんどくささなんでしょうね。まあそれで言うと、そうだな。まあだからその、この話聞いてよっていう、あのなんかこう、誰かに喋りたい気持ちあるじゃないですか。その欲をちょっと強化する感じですかね。僕はもう、その日のこうトピックスは、もう、うわ、こんなことあったから、ちょっと、千賀さん聞いてよ、みたいな感じで書くんで、結構長くなっちゃうんですよ、割と。まあ短い時ももちろんあるんですけど、なんか、基本的におはよう、今日は晴れだね、行ってきます、以上、みたいなブログは絶対やらないようにしてますね。まあまあ、それだけでもね、なんかコミュニケーションが取れたって思うファンの方もいらっしゃると思うし、いいと思うんですけど、僕は結構コミュニケーションもそうなんですけど、なんかこう自分の中のこうトピックスを聞いてよ聞いてよっていうテンションで書いたりすることが多いですね。はい。ですね。あれこれもう時間、あれこれ尺いけてる？いけてるよね。じゃあメールは来週にしましょうか。ねえ。じゃあ来週はいっぱいメッセージをもう。はい。以上、キスマイメッセージのコーナーでした。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしましたキスマイレディオ。ここでキスマイフット2からのお知らせです。去年の五大ドームツアーの模様を収録したライブ DVD& ブルーレイ、キスマイフットに会えるでしょう。2022 in ドームが現在発売中です。メンバー藤ヶ谷太輔主演のテレビ朝日系推しドラサタデー、ハマる男に蹴りたい女が毎週土曜夜11時からオンエア中です。今週がね、最終回ということなので、多分ね皆さん見ると思いますけれども、すごく気になってると思うので、ぜひね皆さん見てくださいということですね。主題歌はキスマイフット2の新曲レモンパイです。ぜひチェックしてください。番組では皆様からのメールをお待ちしております。アドレスは kiss@joqr.net kis@joqr.net。 はい、ということでそろそろお別れの時間ですね。俺結構一人で喋るの好きかも。結構なんかダラ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 、まあ、こんな感じで良ければ、これ成立してるのか分かんないけど、なんか気ままに自分のテンポで喋るの楽ですね。相手に合わせなくていいから。いや俺結構好きだな。なんかこんな機会がまたあったらいいななんて思う、今日でしたね。そして来週も僕のソロラジオなんですけれども、来週の放送は日付が変わって3月23日になると。これ何の日か知ってますか皆さん。さすがに知ってますよね。そうです、黒澤明の誕生日です。はい。いや本当にね、映画界の巨匠なんでね、まあその黒澤明さんも誕生日なんですけど、僕の誕生日でもあるのでね、そんなことも、まあ、皆さんと一緒にお祝いできたら、お祝いしていただけたらいいななんて思っております。はい。ということで、文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしてまいりましたキスマイレディオ。それではまた来週水曜深夜12時過ぎにお会いしましょう。バイバイ。
天賀くんありがとうございました。さあ家でよくしていることの話してましたけど、どうですか、お二人は家でよくしているといえば何ですか。何してる。私結構あの料理好きで。ああそっかそっか。お料理してます、ね。最近何作ったの。最近あの自分のインスタにも載せたりしたんですけど、うん、ブリ大根作りました。食べたい。本当に作ってんの。あ本当に作ってます。お送りしてますキスマイレディオ、番組に届いたお便りを紹介するキスマイメッセージの時間なんですが、ん？その前に先週のミヤッチからメッセージがあります。はなるほど。あこのメッセージをリレー形式で僕が受け取って、で次北山さんにパスするってこと。あなるほどね。はいということで、あこれか。ミヤッチからのメッセージは、千賀さんはブログを毎日更新していますが、毎日更新するコツ、モチベーションの保ち方を教えてくださいとのことです。あーなるほどね。俺このね、教えてくださいって言われるの結構熱入って答えちゃうよ。これね、まずそもそもの概念と言いますか、そこがちょっと間違えていて、モチベーションの保ち方、これモチベーションが高くないと続けられないことになってませんか。そこがもうまず違うんです。モチベーションがあるない関係なく、ファンの皆さんとのコミュニケーションを毎日するっていう俺の生活スタイルなんだ。だから僕もね、普通に更新しない日もあるんですよ全然。うん。でも更新する日にうわだるとか思ったことは一回もないですね、この感覚でいると。あ今日こんなことあったからファンのみんなにこのことを共有しようみたいなテンションで、うん、ブログは書いてますね。まあミヤッチもあのそういう感覚はすごくあるメンバーだし、ミヤッチは多分あれだよね、その文章を書くっていうめんどくささなんでしょうね。うん。まあそれで言うとそうだな、まあだからそのこの話聞いてよっていう、あのなんかこう誰かに喋りたい気持ちあるじゃないですか、その欲をちょっと強化する感じですかね。僕はもうその日のこうトピックスはもう、うわこんなことあったからちょっと千賀さん聞いてよみたいな感じで書くんで、結構長くなっちゃうんですよ割と。まあ短い時ももちろんあるんですけど、うん、なんか基本的にあのおはよう今日は晴れだね行ってきます以上みたいなブログは絶対やらないようにしてますね。うん。まあまあそれだけでもね、なんかコミュニケーションが取れたって思うファンの方もいらっしゃると思うし、いいとは思うんですけど、僕は結構コミュニケーションもそうなんですけど、なんかこう自分の中のこうトピックスを聞いてよ聞いてよっていうテンションで書いたりすることが多いですね。はい。ですね。あれこれもう時間、あれこれ尺いけてる？いけてるよね。うん。じゃあメールは来週にしましょうか。ね。じゃあ来週はいっぱいメッセージをもう。はい。以上、キスマイメッセージのコーナーでした。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしましたキスマイレディオ、ここでキスマイフット2からのお知らせです。去年の五大ドームツアーの模様を収録したライブ DVD& ブルーレイ、キスマイフットに会えるでしょう
2022 in ドームが現在発売中です。メンバー藤ヶ谷太輔主演のテレビ朝日系推しドラサタデーハマる男に蹴りたい女が毎週土曜夜11時からオンエア中です。今週がね最終回ということなので多分ね皆さん見ると思いますけれどもそう気になってると思うのでぜひね皆さん見てくださいということですね。主題歌はキスマイフット2の新曲レモンパイです。ぜひチェックしてください。番組では皆様からのメールをお待ちしております。アドレスは kiss@joqr.net kis@joqr.net はい、ということでそろそろお別れの時間ですね。俺結構一人で喋るの好きかも。俺結構なんかダラ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 、まあ、こんな感じで良ければこれ成立してるのか分かんないけど、なんか気ままに自分のテンポで喋るの楽ですね。相手に合わせなくていいから。いや俺結構好きだな。なんかこんな機会がまたあったらいいななんて思う、今日でしたね。そして来週も僕のソロラジオなんですけれども来週の放送は日付が変わって3月23日になると。これ何の日か知ってますか皆さん。さすがに知ってますよね。そうです、黒澤明の誕生日です。はい、いや本当に、ね、映画界の巨匠なんでね、まあその黒澤明さんも誕生日なんですけど僕の誕生日でもあるのでね、そんなことも、まあ、皆さんと一緒にお祝いできたらお祝いしていただけたらいいななんて思っております。はい、ということで文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしてまいりましたキスマイレディオ。それではまた来週水曜深夜12時過ぎにお会いしましょう。バイバイ。千賀君ありがとうございました。さあ家でよくしていることの話してましたけど、どうですか、お二人は家でよくしているといえば何ですか。何してる。私結構料理好きで。ああそっかそっか。お料理してますね。最近何作ったの。最近自分のインスタにも載せたりしたんですけど、ブリ大根作りました。食べたい。本当に作ってんの。本当に作ってます。